皆さん、こんにちは。今回は、PC エンジン、スーパー CD ロムロムの、1、5、5、2、天下大乱のプレイ動画です。超都シナリオの、シグガタケで、柴田勝家を選択します。プレイ期間が短く、さらに北陸の武将は、雪のハンデが大きいです。降雪のタイミングで明暗が分かれますね。雪、降るなー。やりました。魔の、12月2日を乗り切りました。ちなみに、降雪の日付は毎回ずれます。雪の影響が出た後に、ジンフレすると、この通りです。士気レベルが半減、このゲームの合戦は、士気レベルの削り合いなので、これは痛いです。降雪の中、北陸各所から、北の将に集められる身になれば、当然ですね。短期間でやれることは、多くないので、羽柴秀吉と野戦で決戦し、勝利することを目的とします。北近江の山本山城を包囲し、小詰めに来るであろう秀吉を叩きます。デオルトの第2軍を、第1軍に合流、全力で南下します。このシナリオでは、越後上杉氏は登場せず、越中は国衆だけなので高校の憂いはありません。史実のように、長浜城の、柴田勝豊が寝返ると、南下の拠点を失うため、信仰を結び、忠誠心を上げます。前田利家を、軍師に任命、野戦での、アドバイスを期待します。デフォルトの第3軍は、柴田勝豊、単独です。このゲームでは、配下武将は城に近づいた敵軍を、自動で野戦迎撃してくれないため、自ら、長浜城に援軍、イコール、警戒させます。ようやく、柴田勝家率いる、第1軍の出陣です。長かった。敵レベルを少しでも落としたくないため、自動行軍の通常速度を選択します。1万人以上の軍勢の行軍は時間かかるんですよね。ここからは進行速度を上げて気分転換に BGM を変えましょう。お、一番のご着刀は徳の山、範秀殿。雪に閉ざされないうちに陣触れできたので、赤いバーの、士気レベルはマックスですね。前田殿は、西奥の能登からゆえ、遅いですね。殿、刻々は、そろそろ雪に閉ざされる季節にございますな。来たー、今年は遅くてよかったですね。なんと、秀吉が先に動きましたね。何もできないので、長浜の勝豊の奮戦に期待するしかありません。旅の者からの情報？初めて見た気がします。コンピューターが組み替えていなければ、久喜義隆は、秀吉自ら率いる第一軍、1万4000の将です。長浜3000の兵で秀吉本体を破るとは、大金星です。第2波は、さすがに持ちこたえられませんでしたか。起乗後すぐに、また警戒指示を出しておくべきでしたね。勝豊、すまぬ。ようやく、若さ表に到達しました。出陣して2ヶ月経過。長浜を落とした軍でしょうか？予定を変更し、鶴ヶ城を救援しましょう。おう、やはり主導行軍は、士気レベルが激しく下がりますね。直線で移動する、すべての地形の影響を受けますからね。進行速度を落として、異変に対処できるようにします。
姿が見えませんね。鶴ヶ城にも、包囲マークがつきません。偽情報かな？出た、やはり近くにいました。マーカーの大きさから、兵力はこちらが優位のようです。相手の士気は高いらしいですが、シナリオの終了期限まで、あと20日。最後ですから、こちらから仕掛けましょう。日中に長時間交戦できるよう、早朝から攻撃開始。平坦地ですが、林が広がっていますね。展開兵力限界値に注意です。前田利家は優秀ですが、5000の兵力が逆にネックですね。繰り引きするために2部隊展開すると、混乱を起こしそう。ちょっと適当になってきましたが、一応均一に武将を配置。おお、敵は、秀吉の本軍ですね。これを打ち破れば、ひとまず目標達成です。長より、でかした、敵本陣の位置をつかみましたね。一応確認しましょう。あれぞ、秀吉の、金鋲弾の馬印。準備が整った部隊から、出撃させましょう。勝家様は温存ですね。橋場勢は、武将数が多いはずなので、部隊を入れ替えてくるはず。こちらも、備えに2部隊展開した状態で、平押ししましょう。赤い本陣の前に、オレンジの旗が並びました。布陣完了。
上の天候表示部が、青です。雨が降ってきました。視界が悪く、本陣移動には条件が悪いですが、前進します。攻撃側は、早く敵に隣接しないと、士気レベルが減っていくハンデがあるのです。そろそろ敵が見えてもいい距離ですね。いきなり敵軍が目の前に雨で見えなかったのか？おお、初戦は順調ですね。敵の中央を混乱させました。敵左翼、撤退。雨が上がりましたね。こちらが優勢のようなので、このまま攻め続けます。前田勢、強。おお、あのハチスカ勢を壊滅させた。武藤助十郎は、信長の有力家臣であった、武藤清秀の子、安秀のことだと思われます。鶴ヶ軍を擁していました。各武将は、マスクデータに出生地があります。出生地で戦闘を行った場合、地形に詳しいため、様々な点で有利に行動できます。武藤助十郎は、父は、尾張出身ですが、本人は鶴ヶの設定だったりして、さすがに、中央備えの所掌も疲れたと思うので、本体出撃です。あら、勝家様、邪魔してますね。展開兵力が多すぎて、混乱を起こしてます。4戦くらいで、もうダメですか。味方2体は健在なので、すぐ本陣へ戻りましょう。危なかったですね。上の、勢い、ゲージが敵側に振り切っていました。地形を考えずに、大兵力を展開すると、混乱して何もできなくなるのが、リアルだし怖いところです。杉原エース部勢を、壊滅。お味方壊滅。
どこが壊滅？配合勢、中央ですか、無党勢だけになってる。勝家を再配置しましょう。うわ、無党勢が壊滅して、中央が、ガラ空きに、恩人が危ない。このまま押し込まれたら、本陣に突入されて負けです。でも、勝家の出陣準備が整うまで、何もできない。敵左翼は不在なので、鬼現場を、急ぎ本陣に戻して中央へ。左翼の前だぜ、最初から戦いっぱなしだけど、大丈夫だろうか。
勝家様、御自ら、突入ですね。やった、加藤勢、壊滅。バグりましたかね？敵目標スイッチは、まだ、一つ点灯してるのに、攻撃できない。一度、本陣に戻って、リセットしましょう。あれ、敵右翼もいなくなってる。この状態で、本陣に、突っ込んでこないのも、バグかな？もう一度、勝家本体で攻撃してみます。やっぱりできませんね。バグかもしれないので、コンピュータ武将に攻撃させてみます。森政勢より先に、前田勢が出撃可能になって、また酷使、笑い。あれ、橋場秀勝勢が、出てきましたね。さすがに、
に、前田勢も、疲労ですか、押されています。おーおー、秀吉本体が、引いていく、我らの勝ちですね。秀吉腹心の、蜂須賀正勝を、打ち取りましたか、上々です。いやー、なんとか、ギリギリ目的を達成しましたね。お疲れ様でした。最後までのご視聴、ありがとうございました。またお会いしましょう。